2024年1月3日翔平 TV 前原スポーツさんの毎年恒例となってますが来店イベントを行っていきたいと思います。普段より、お安くなっているのと、私とじゃんけんをして勝つとさらに割引といった、そういうイベントだったり、それでは1月3日、お会いできることを楽しみにしております。それではありがとうございました。本日は前回に引き続き女子野球東西対抗オールスター戦に潜入いたします。前半の様子は概要欄からチェックの方をよろしくお願いいたします。東西対抗、女子野球の夢の祭典です。そんな中、翔平はスタジアム DJ を務めさせていただくことになりました。そして始球式では1950年から60年代の旧女子プロ野球でご活躍された阿部茂恵さんです。なんとご年齢は88歳。素晴らしいピッチングを見せてくれました。本編をどうぞ。ご来場の皆様、現在スタンドでバルーンを飛ばしております。こちらを使って大きな声援を出します。持ってない方がいましたら配りきますよ。皆さん、あのカーブ見ましたか？
今日ね、あの試合前ですね、余裕があったら投げると。これ全部投げればでしょ。これ12球ですね。マジっすか。今何球？12球のうちで、なんかもらえるの？3枚以上がお菓子。5枚以上が手鏡とお手拭き。7枚以上がカール。パーフェクトがマスタードです。3枚で5000のバスタオル。いやー、タオルですね。いいねー。ちょっと見てる？言っとくけど、多分もう12球以上余裕で投げてるよ。最高の人いるだった。勝負。あれ？あ、いいよ。名前は古川投げるって言うから。お願いします。じゃあ古川行きます。1球目。わー、ちょっと待って。手が。いや、俺も手がだって。手がまだ。わー、今のちょっと違うじゃん。今ちょっと、いや、これあるな、これ。いやー、球速っ。5枚。これちょっと、これ野球の神様だね。おまけだってよ。先輩？同級生、1年生。ちょっと負けましたわ。ありがとうございました。手鏡どうぞ。俺が言うのかね。じゃあ、お名前お願いします。森田カレンです。森田カレンさん。はい。作新の何？エース？1年生エース。1年生です。素晴らしい。じゃあ、僕5枚だったんで、まあ、6枚以上いきましょうよ。いいよ。いいよ！力で。力をかけてますよ。よし。いいよ。パス。はい。フラッ。
か、えぐい。4枚。さあ、いや4枚でもすごいっす。あの、今日試合をした後なんで、まあ、そこは多めに見て、僕の負けといて。あ、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。ナイスピッチでした。ありがとうございます。待ってください、小田。ありがとうございます。ありがとうございます。OK。さあ、では、作新学院の女子野球部の皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さらに会場入り口でお渡ししております今日の大会のパンフレット、その中に見開きで GO!GO! 女子野球のこちらの見開きのページ、ぜひ応援ボールの代わりに皆さんで掲げて盛り上げてまいりましょう。さあ今会場の中グラウンドでは翔平さんも掲げてくれています。翔平さん、この後一緒に盛り上げお願いします。盛り上げましょう。さあ9回までまだまだありますんで、皆さん熱い声援よろしくお願いします。皆様グラウンドご注目ください。関西先発、先発の香川投手に来ていただきました。ナイスピッチでした。ありがとうございます。緊張してたんですけど、素晴らしかったですよね。さあまだまだ試合続きます。現在4戦、さあこの後も、仲間を応援していきましょう。頑張ってもらって勝ちたいと思います。皆さん、関西選抜一番バッター、三河選手に来ていただきました。ヒットを打った感想をお願いします。初球から、最高と思ってたので、打ててよかったです。ナイスバッティングでした。中島優奈です。東を見られるって言ってました。せっかくここまで来たので、全部買って買います。行きましょう。ゲッツ。ご覧のように、4対6で関東選抜が勝ちました。残念ながら、4対6で関西選抜を負けてしまいましたが、また明日2試合あるので、関西選抜の勝利と姿をまた明日届きたいと思います。どうでしょう。めちゃ確率しましたね。惜しくも関西選抜負けてしまいましたが、国際のあの4点は素晴らしかったです。また明日頑張ってください。関東選抜の皆さん、おめでとうございます。最後の追い上げが素晴らしかったです。さあ皆さん、また明日ありますので、ぜひお願いします。ありがとうございました。というわけで試合後ですね、久々なんですよ。はい、中村選手、中村監督ですよね。はい、中村茜さん京都フローラにめちゃめちゃライトで蛍光イエローの、ね、リストバンドつけて、はい、めっちゃ大声出したんで印象的で、そこでさっきちょっと見たんですけど、めっちゃ大声出した。それしかすることないよ。選手より歌ってました。ありがとうございました。今日は惜しくも、まあ、はい、しましたけど、はい、初回の4点の結構なんかね、先制取ってちょっともう行くんじゃないかって、はい、寒さもやっぱありますし、ね、9回って普段やるんですか。7回ですよ。はい、7回なんですよ。はい、そこなんか難しさとかももしかしたらあったんじゃないですか。また明日2試合やるので、はい、2試合でも僕も山田いますので、はい、分かりました。はい、お願いします。次は勝利で、はい、はい、お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。本当にモーションだけやってる。6番、決めました。泉ゆきら、背番号26。なかなか出れないんですけど、何
ショート大田市より背番号72恥ずかしい。いやいやいや大丈夫。意気込みはどうですか。怖い。あ、すごい。あの本もすごいですね。これとあの辺でいいすごいもんですね。始球式を務めますのは1950年代、日本初期の女子野球で活躍された阿部茂さんです。阿部茂さんは1954年から61年まで、現役当時は内野から伝えの投手までを務める、まさに当時の二刀流の選手でした。ありがとうございました。どうも、ありがとうございました。ナイスピッチです。阿部茂さん、ありがとうございました。もう一度、大きな拍手をお願いください。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、アイシャさあ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 。視聴者 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。